かったらいいんじゃない、初めから。はい。でもこうやってなんずっと触れてくるわけじゃないから。はい。練習だ。あの顔なんていうの、気づかれるように触らないと、気づかれちゃわないのに、そんな後ろの方触ったらパッて噛まれるよ。だから正面から、はい、だから顔って言ったのはそういうことです。はい。上げるスパーリングも自分の方に体重を指が乗せてから上げるとかってさ、こういうのを上げに行くんじゃなくて、はい、向こうからあれ、はい、でそれでちょっとでも接触ができるから、はい、進化ってするときじゃなくて、なんていうのかな、あのよしよししたる感じで、はい、あ、食べてないよ、食べてない時にやるんじゃないよ、はい、いや食べてない時はやらないよ、食べてない、はい、あの、手から魚離した時にはやらない方がいいと思う。わかりました。はい。はい、じゃあ、はい、落ちてるのをまとめて、はい、氷で。プールの中にあるんですか？うん、じゃあ、とりあえず。気にせず食べたんな、おいしいね。お、ガリガリ言っとるな。すごいな、ゆい、こんな音でも食べる。食べた？はい、よいしょ。うまいな、おいしいな。壁ができたよ、ゆいちゃん。食べた。
食べたの見たよ私。トムさんのご飯だよ。できるようになったんだよ。